はい、皆さんこんにちは。どうしですスリーライブよっちゃんです。今日は7月28日今17時29分 YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。今日もですね、株式仮想通貨、こちらのマーケットレポートをしていきたいなと思います。では株式からいきたいと思います。株式のですね、今日は日経平均ですね、4日ぶりに大幅反落ということで、コロナの感染や米中株安で警戒感が強まっているということですね。都内でもね、今日3000人超えてくるということで、神奈川も1000人ぐらいということでね、かなりもうコロナの感染が増えてきてしまったということなので、観光株ね、JAL とか航空株とか、あとはですね、鉄道株とかですね、JR 東海、JR 東日本、JR 西日本とか、この辺の下げが結構今日きつかったですよね。ちょっとこの辺も含めてですね、見ていきたいと思います。ではですね、じゃあ JR 行きましょうか。すみません、 JAL から行きます。JAL ですね、こちら日本航空ですが2325円、マイナス49円、 2% の下落になってます。朝方はね、そこまで下がってなかったんですけど、ちょっと前場、終わりまして5番ですね、5番になりまして、ちょっと急落、下げ幅拡大ということで少し下げてきてしまった。他の株式もですね、同じような動きだったと思います。全般はね、意外と底堅いなと。昨日2800人ですか、こちらも多かったのでどうなるかなと思ったんですけど、意外と強かったなと思ったんですけど、ちょっとね、全場終わりまして5番になりますと少し警戒感が強まってですね、かなり売られてきてしまったなって、残念な展開になってきてしまいましたね。結構今日はこういう動きが多かったと思います。じゃあ、JR 東海行きましょう。はい、東海旅客鉄道ですね、こちらが 16,230円、マイナス295円ということで、こちらも 1.7% ぐらい下落ですね。こちらもほとんど JAL と同じような、日本航空と同じような動きでありまして、前場少しね、底堅かったんですけども、前場終わりましてね、ちょっと下げてきてしまって、安値引きみたいなものですね、今日はね、かなり下がってきてしまったという形になってしまいました。その他ね、幕開けですね、こちらが今日急落しちゃってですね、ストップ安になっちゃいましたね。決算がちょっと悪かったみたいですね。こちら残念な動きです。マイナス1000円ということで、下方修正したんですかね、5310円まで下がってきたということで、しばらくちょっとね、軟調な動きが続いちゃいそうで、結構厳しいですね。ホルダーの方にちょっと追い風が、向かい風ですね、かなりちょっと厳しいなっていう感じがもしれないですね。はい、では仮想通貨の方に参りましょう。仮想通貨の方ですけども、ビットコインからまずいきます。ビットコイン435万円ぐらいですね、5% 高、イーサの方が25万2000円、 3% 高ですね。今日はですね、このような動きのものが多くて、リップルってすごいですね、80円回復、15% 高ということで結構上がってきました。ステラの方も 6% 高、30円台回復ということで、リップルすごいですね、今日ね、急に上がってきたなっていう感じ。ちょっとリップルの、見ていきたいと思うんですけども、そうですね、リップルは、日本最大国際送金企業の提携などと、ちょっと分かんないですけどね、そのようなニュースが出たんでしょうか。ちょっとこの辺は不透明ですけども、とにかくね、買われているということなんで、リップル持っている方はね、かなり良かったんじゃないかなと思います。ちょっとチャートも見ていきたいと思うんですけども、急にね、今ちょうど録画している時に上がってきたんですかね。さっきまでそんなに上がってなかったんですけど、急に上がってきてますね。 久々ですね、こんな感じのリップルを見るのは。この辺もでもね、日足チャートも結構いい感じで、他のもこんな感じで上がってきてますけども、リップルはね、また上がってきています。80円はね、ちょっと久しぶりですよね。結構期待されていると思いますから、まだ持ってた方もね、多いと思いますし、良かったんじゃないでしょうかね。そうですね、ステラはこんな感じですから、ステラに比べても全然ね、上がってきているという感じもあると思います。
かなりいい感じですね、こう見ても。ちょっとここ抜けてくれれば面白いですね。はい、ということで、ちょっと驚きましたけども、ビットコインのチャートもですね、ビットコインもまあいいチャートですよね。こんな感じでちょっとリップと似てますけども、だいたい最近の仮想通貨の動きっていうのはこういう形で、まあこの辺と全然もうね、ちょっと色も違いますしね、かなりトレンド変わったようにも見えるのかなと思っています。まあ、今日もですね、仮想通貨の方は、コロナの感染者数が増えたということだった、あんまり影響全くなかったですね。逆にむしろ株式の方が売られてしまって、こちらは強かったなという動きだったので、ちょっと相関性今は薄いかなというふうに判断しています。それから明日ね、コインチェックの方でパレットトークンという仮想通貨がね、上場するということなので、こちらのやっぱりね、動きというのがどうなるか、今後のね、相場に展開される上で、まあ、ちょっと多少影響あると思いますので、まあ、温かくですね、見守っていこうかなと思います。国内初のね、 IEO ということなので、まあ、次第2弾第3弾と続いてくると思いますけども、まあ、こちらにかなりね、影響あると思いますので、ちょっと一段、まあ、どうなるか、一発目ですけどもどうなるかっていうのをちょっと皆さんも期待されていると思いますし、かなりね、どうなるのかなというのを結構気にされている方多いと思いますので、私の方も、しっかりね、チェックしていこうかなと思っております。またこのように YouTube でね、そちらの方も含めてですね、株式仮想通貨のニュースを、皆様にシェアしていきたいと思いますので、ぜひまたね、ご覧になっていただければと思います。ということで今回の、マーケットレポートは以上となります。最後までご視聴ご清聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。